朝到着してからすぐにサグラダ・ファミリアの付近から出ているバスに乗ってセザンヌに向かいます。ここからセザンヌまではそんなにかからないです。ここから N9 のバスに乗って、他の動画でご紹介しているように Google マップでバスの路線の様子などを伝えていると思いますので、そちらでご覧ください。で、そのバス停で降りてから振り返ってバス停を背にしてずんずん進んでいくと、すぐ突き当たりの道のところを右折すると、その斜め前にセザンヌがあります。まだ閉店というか開店前だったので、少しカサミラの方に歩いていって、そこからまた戻ってきた様子です。店内の様子はすごくこじんまりしていて、そんなに商品もパリに比べると全然なかったです。で、今日の目的は10周年記念のコレクションのバジルのパープルを買いたかったんですけど、もう売り切れでなかったのでちょっと諦めて、じゃあ他のちょっとバジルであるのを見てみました。